ロトです。今回は LINE だけで相手の嘘を見抜く方法を紹介します。僕自身特に心理学の中でも嘘についてめちゃめちゃ勉強していた時期があったので、今回の話は有料で公開しようか迷ったくらいです。だってこれを教えたら今後僕が嘘をつけなくなっちゃうじゃないですか。でも人を傷つける嘘をつく人は許せないという気持ちもあるので、めちゃめちゃ悩んだ結果公開する決意をしました。だって僕の動画を見ているあなたが今後騙されてほしくないので。ただやっぱり嘘を見抜くのは難しいんですよ。使いこなせるまでに時間がかかる心理テクニックもたくさんあるので、実際に僕が使ってみた中でもすぐに使えてかつ効果が絶大なものを3つ紹介します。実際に僕はこのテクニックを使えるようになったおかげで今の奥さんと結婚できたと言っても過言ではありません。その話は最後にしようと思います。他にもこのチャンネルでは恋愛もビジネスも人間関係も全てうまくいかせる心理テクニックに関する情報を発信していくので、今のうちにチャンネル登録だけしておいてください。でも嘘なんて見抜けるのはどうせメンタリストだけだろ。部屋諦めてる人もいるかもしれませんが、実は何のトレーニングもしなくても直感で感じたものは 90% 当たると言われています。なんか怪しいな、うさんくさいなっていう直感はあながち間違っていません。これから紹介するテクニックを使えば、なんとなく怪しいなという状態から相手にボロを出させ、嘘だと断言できる状態まで持ち込むことができます。その3つは、1、嘘をついていそうな時にあえて探りを入れない。間違った情報を1個だけあえて入れる。3、偽装感情から嘘を見抜く。まず1個目の嘘をついていそうな時にあえて探りを入れないから話していきます。人は疑われていると察するとどんどん嘘を隠そうとするので、真実は闇の中になってしまいます。怪しい、嘘ついてるなって感じたらあえて信じてるふりをしましょう。もし相手が嘘をついていなければ普段通りの会話が続きますが、嘘をついていたら相手は嘘を見抜かれなかった安堵から口数が増えます。これは LINE 上だけでなくリアルでも使えるテクニックです。2個目、間違った情報をあえて1個だけ入れる。アニメやドラマで名探偵がよく使っている手法ですが、現実世界でも使える手法です。例えば友達が家に3人遊びに来ました。16時から17時の間、家を離れている間、寝室に置いてあった財布の中の千円札10枚計1万円を友達に取られてしまいました。帰り際に1人ずつに聞いて回って犯人を見つけたいなら、あえて千円札10枚ではなく1万円札と言い間違えてこう聞いてみましょう。16時から17時の間、俺が家を離れてる間に寝室に置いてあった財布の中の1万円札が盗まれたんだけど、お前取ってないよね。こうすると犯人でなければ、この時間は丸々とゲームしてた、寝室には入ってないなどと答えてくれるでしょう。しかし犯人であれば十中八九、俺の財布に1万円札なんて入ってないぞと自分があえて入れた間違った情報に対する反論をしてくれます。自分がやましいことをした時にさらに嘘をつくことって心理的に負荷が大きいんです。だからなるべく嘘をつきたくないので、やましい心があると反射的に自分の身に覚えのない情報に対する反論になってしまうんです。もちろんたまたま1万円札に関する反論だったかもしれませんが、こういった間違った情報をあえて入れて相手に聞くというのを繰り返していき、毎回引っかかればほぼ黒と言えるでしょう。そして3つ目、偽装感情から嘘を見抜く。これは嘘が上手い人にも使える心理テクニックです。嘘が上手い人は上手い作り話を作ってしまうので直感で見抜きにくいですが、どんな嘘つきでも感情まで完璧に再現することはなかなかできません。この人は嬉しい時はこういう言葉を使いやすい、悲しい時はこういう言葉を、怒っている時はこういう言葉を、というのを覚えておきましょう。そして相手が嘘のエピソードを話している時に、そのエピソードの中での相手の感情と使う言葉にいつもと違いがあるなと思ったら黒の可能性が高いです。ただ気をつけてほしいのは、時に嘘には人を傷つけないために作る嘘もあります。その嘘を見抜くことであなた自身が傷つくこともあります。さらに言うと、嘘には人を傷つける嘘よりも危険な嘘もありますし、嘘を見抜くと人を傷つけるだけでなく誰かを救うこともあります。僕の彼女は職場で上司に嫌がらせを受けたり、きつすぎる業務で完全に病んでました。しかし僕に心配をかけたくないという思いでずっと黙っていました。仕事楽しいよと気を使って嘘をついてくれていたんです。しかし彼女自身は仕事のきつさと同時に自分の気持ちにも嘘をついていた結果、どんどん壊れていきました。他人を傷つける嘘もよくありませんが、これ以上に自分自身の気持ちを偽る嘘というのはつくべきではありません。自分自身への嘘はセルフイメージを下げ、しまいには自分を見失ってしまいます。結果的には僕は彼女のその優しい嘘に気づけ、心に寄り添い、今では仕事を辞めさせ結婚に至ることができました。辛い時は辛いって言っていいんです。嘘をついてまでやりたくないことをやりたいという必要はありません。まとめ、怪しいと思ったらまずは信じたふりをしてみる。そしてあえて1個だけ間違った情報を入れて相手に質問して反応を見る。そして日頃から相手の感情と使う言葉の癖をメモしておき、相手のエピソードを聞く中で感情と言葉に一貫性があるかどうかを見る。そして世の中には見抜かない方がいい嘘もある。嘘を見抜くことで残酷な真実を知り、あなた自身が傷つくことがあるかもしれません。しかしそれを乗り越える勇気があれば、大事な人の心の SOS にも気づいてあげられるかもしれません。はい、どうでしたか？じゃあ実際に嘘をついて
ていると分かった相手とどういったコミュニケーションを取っていけばいいのか、これは今後の動画でまた出していこうと思います。その他にも日常生活で役立つ心理テクニックやすぐに使えるメンタリズムの情報を誰よりも早く入手して見逃したくない人はチャンネル登録だけしておいてください。そして最新のショートムービーや今まさに僕が思っていることや学んだことなどをいち早く知りたい人は概要欄からインスタ、TikTok、Twitter のフォローもお願いします。少しでもこの動画が役に立ったと思ったら高評価もお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。